国道139号、国道139号、国道139号は、静岡県富士市から山梨県郡内地方を経由して、東京都西多摩郡奥多摩町に至る一般国道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。静岡県側では、富士市と富士宮市を結ぶ幹線道路として、 交通量が多く、同区間にはかつて有料道路として共用されていた区間があり、現在も自動車専用道路に指定されている。また、富士市では国道指定当初の終点である大月市にちなんで大月線とも呼称されている。静岡県の富士市から富士宮市にかけての区間は非常に複雑になっているが、これは国道1号や国道139号自体の 一般有料道路召喚満期による無料開放によって経路が変更、追加されていたり、区間の一部について静岡県に移管したためである。富士市今井の富士東 IC で国道1号から分かれ、一旦南進した後、今井交差点を右折し精神する。しばらく進むと先ほど分かれた国道1号が東海道新幹線とともに高架で立体交差する。 富士警察署を右に見た後しばらく進み、賃を交差点を右折。ここまでの区間は旧国道1号であったが、経路変更の際に国道139号に組み入れられた。したがって、道路線の0キロポストは現在も賃を交差点に設置されている。賃を交差点から北進する形になるが、宮川交差点あたりから徐々に左カーブを描き、曲がり切った先で、 東名高速道路、西富士道路の富士 IC に接続する。ここから、静岡県道414号富士富士宮線となる。しばらく西北西に進み、富士市電房付近で、東名高速道路と交差、天馬付近で新東名高速道路と交差し、新富士インターチェンジと接続する。その先で、静岡県富士宮市に入る。富士宮市に入ると、すぐ、 小泉根源交差点を右折し、北上。ここからは、静岡県道397号藤根停車場線。静岡県道76号富士富士宮歩井線が、続く。西富士道路と合流する小泉若宮交差点から、再び国道139号となり、左折し再び西北西に進む。ここから先は、富士宮道路として開通した、バイパス区間となり、 震度は徐々に北向きへと変わる。なお、ここから富士宮市外関付近までは4車線区間である。富士宮市の外上 IC から先は富士宮道路の一般有料道路として強用していた区間で召喚満期となり無料開放された現在も、なお自動車専用道路となっている。しばらく北進すると、 給料近所の北山インターチェンジで国道469号と接続同 IC から国道469号で西に向かうと大石寺方面に至る白糸の滝の最寄り IC である上井でインターチェンジを通過し富士宮市内屋で県道静岡県道414富士富士宮線と合流する区間まで自動車専用道路区間が続く 外上 IC 上でインターチェンジ間は、土反車線が存在し、3車線、上り1車線、下り2車線となっている。また、ところどころに4車線化の用地が確保されていたり、歩道橋が4車線分で作られている。そのまま北上すると、朝霧高原にいたり、山梨県との県境が近づく。なお、富士宮道路が無料開放される以前は、 国道139号は小泉根源交差点で右折せずに現在の静岡県道414号富士、富士宮線の経路をたどっていた。朝霧高原から富士山を西回りに回り込み、山梨県に入るといくつものカーブが連続しながら東に進路を向ける。その途中、富士川口湖町、鳴沢村にかけての区間で富士五個の内の山中湖を除くも落とす。 小人湖、聖湖、川口湖と青木ヶ原樹海を通過する。ただいずれの湖も湖畔は通らず、湖畔へのアプローチとなる道路に侵入しなければならない。鳴沢村の大沢交差点で、山梨県道714号鳴沢、富士川口湖線と分岐した後は、富士吉田市の城宿交差点まで4車線のバイパスが続く。バイパス開通前は、大沢交差点から、 緊張許交差点まで、現在の山梨県道714号の経路が、旧国道139号であった。富士スバルラインへの入り口である、スバル立体を過ぎると、富士川口湖町と富士吉田市の境界付近で、中央自動車道川口湖インターチェンジ、東富士五湖道路富士吉田インターチェンジと接続。 富士急ハイランドを横目に横丁バイパスから上宿交差点に至ると、進路を直角に変えて、再び北進する直進方向は国道138号となる。なお富士パノラマラインの愛称はそのまま国道138号へと続く。富士吉田市から大月市までは、京愛な谷間の中に市街地が続き、中央自動車道富士吉田線、川口湖線とも、 鉄道の富士急行線、桂川と並行する。富士吉田中心部を避ける形で、国道139号の富士見バイパスがすでに開通しているが、上宿交差点から緊張拠交差点を通る現道も、国道139号の指定を受けている。鶴市の中心部では、連続して直角に曲がる区間があり、渋滞が慢性化している。大月橋東詰めで、 国道20号に接続。この大月京都詰め交差点から北側が1993年に道路線に組み入れられた区間となる。大月市街地は国道20号と重複。この区間も慢性的に渋滞が発生していたが、山梨県立鶴高等学校から大月駅前にかけての山側に国道20号、大月バイパスが区間開通したのに伴い、 この付近の渋滞は、ある程度緩和されている。市街地の商店街を過ぎると、国道20号と分かれて、北新、単独区間に入る。その先の奥多摩町までの区間は、急峻な山中を抜けるルートとなる。付近のダム建設に伴い、大規模改修を受けた部分もあるが、松姫峠を挟む区間では高度を稼ぐために、つづら折れになっている上に、福音も非常に狭く、 また峠の前後で、冬季通行止めとなるなど、幹線道路しての機能に、支障をきたしていたが、松姫峠を貫く、総延長3066メートルの松姫トンネルが2014年11月に、共用開始され、峠の区間は、急動となった。東京都区間は、わずかな区間であるが、全線で、センターライン付きの片側1車線である。しかし1車線幅が、 静岡県や山梨県と比べて狭く、路肩はないに等しい。深山橋で奥多摩港を渡ると国道411号と合流し、終点となる。起点の富士市から経過地の富士吉田市にかけては、富士山と接する自治体が連続する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。